はいどうもタクタクですキジン島やっていきましょうさあキジン島なのかキジン島なのかっていうねちょっとその辺もはっきりしないままやっておりますけどもちょっと待って今までのこのアクションちょっと待ってねああこれ入ってそういうテ、ね、ーブル出ね OK で地図も見れるけど NoMap ここの地図はまだないよとあこれ拾わんと OK でここ入ろうかな奥に廊下が見えるのでしでも家具が邪魔なのでし登って越えるのでし越えたんだこれ戻っておおなかいあなんかいああびっくりしたコキちゃんかこれなんだろう地図なのでしはい地図ですねじゃあちょっと地図見てみましょうかああ丁寧にも,もう行けない場所がチェックされてますねえー、とあもう戻れないってこと今登ってきた 多分、左側は、あれだよね、エントランス、初行口というか、玄関だよね。うーん、まあ、一年生の教室あたり、かなあ、これえ、待って、でも階段があるということはあ、いいのか、いいのか。一年生の教室はどこちなみに。こっち側行って、あ、ここだ。はい。ここ一年生の教室だと思う。開かない開かない。やめろあっち行け なんだヒーッ誰かいるのでしでも部屋には入れてくれなさそうでそう,そうなのでしあなるほどね誰かがこの中であれだ化け物から逃れるためにいるっていうことですねで職員室はこっちかなあこっち行けんのかな外壁が廊下を塞いでいるのでし なんか職員室もでも入れそうな雰囲気あるけどな。奥のドア。あっ奥のドアか。あーなるほど。こういう作品もできるんですね。RPG 作るで今更ですけども。なんか、いわゆるドラクエ的なマップだけなのかなと思ったけど、違うんだ。ラジオなのでし。お、なになに 音楽、流れちゃったけど。ラジオから歌が流れて、これオープニングのやつだ。怖い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 。何の歌何の歌これ。あ、これリンゴの歌じゃない何にも知らないけれど。あ、違うかなあ、違うかもしれない。 昔はあの流行った曲であるんですよね。赤いり、あ、じゃあな。赤いりんごに唇寄せて、みたいな。ちょ、ごめん。音程はクソ,クソだけど。笑ってみている。まあ違うかな。なんかそれっぽく聞こえるけどな。違うかもしんないわ。昔っていうか、全然俺世代じゃないけど、テレビとかでね、聞いた程度ってことね。<noise> これ世代だったら怖いよね。お前何歳でゲーム実況してんだよってね。まあおじいちゃんになってもね、ゲーム実況続けたいと思ってますから、お腹いる <laughs> ふっ素振りしとかないと。<laughs> よろしく、はい、来いつか、ここ、ちょっとここのマップはここのマップを見たいの。4年生の教室ってのが近くにあるはず。でも、出てこないからもうちょっと先かなんここでいいのかなこれ4年生の教室なんか入り口がちょっとあれだね。 ズレがあるようにも見えるけど。まあ、いいや。ここでああ。開かないんだ。開かないのでし、火がかかってるのでし。ふんふん。まあ、この先も。まあ、図書室かな図書室。おこれいるぞ確実によ一回一回出よう一回出よう危な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 ,危などうなんどうなん危ないのかなここは床が抜けている。 ここは思い切ってこれだな、ちょっと。うーん。思い切って戦闘かな。思い切って、ちょっと待ってね。これね。これ言っとくわ、これ。もしくは、大水行動。大水行動。バレてる、バレてる、バレてる。いや、バレてはないけど、バレてはないけど、バレてはないけど、あ、隠れる。 いけるね。ちょっとかけてみようかそうだよねこういうゲームは無理に戦うよりはこれお密行動をとってっていうね俺は思うよほっよっしこれよし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 ,よしいいぞいいぞいいぞこれ,、ね、いこれであいけるこれでよし,よしお茶ってなにお茶がお茶あるよお茶なに 今の何なんだろうあ、もしかしたら戦闘して傷ついたライフが回復してたのかな失敗したな。戦えばよかったな。これ何だろう床が抜けてあーなるほど。えっ、ー、と、ワップ的には、あーえ待って、下に降りれるってことか。はいはいはい。あ、手間え待って待って待って。奥のとは、奥のとは。うん。進んでいこう。ここは んわかんないのああえどこあ、降りたってこと降りたってことだ。うん。2年生の教室。奥のドア。ちょっと待って。わかんない。今、現在地ちょっとイメージわかんないね。あ、なんかあるよ。あ、これまた、どうなんだ取れない。取れないね。 これ以上回復しないってことかうーんこの宿直室ハてなってなってるところが怪しいけど <laughs> ここが何何室にあたるわけこれこれ給食室かあつかこれライトはライトが消えてんなカンテラでうーん何かありそうだけど手前のドア 奥のドア手前のドアえ手前のドアあ勝手口があんのかじゃあこれ開こうかじゃあんあっ持ってきたなこっから入ってきたこれが勝手口かああ開かないよねまあまあまあ案の定という感じですねなんかそんな気はしてそんな気はしてたよで手前のドアが3年生の教室だとなんかいそうだなここね。 戦おうかな。お茶あるし、いたら。あ地図なのでし、この学校のじゃないのでし、もっと広い地図なのでし、島の地図なのでし、見れるかなあー、特になんか、アイテムで見れるのかなもしかしたら。あいける。え待って待って。何イートーの地図。あ見れない。見れないな。 現在の目標はちなみに、緑に、地図を緑に見せに、緑って誰構内を探索する。はい。どれだわかんないな。まあ、でも、緑、緑、緑って誰なんだろう。お、いるぞ、これは。ふじゃあ、今度は戦うからな。このボタンね。来るなら来い。おい、いないのお、いないの ま、ここは地図だけなのかなほっ。こっちから出るとなんかあんのかなあ、出れないか。開かないのでし。まあ、回復したい、回復したいときはここに来ようここがここが宿直室かな開かないんだ。開かない。あ、これかな これか。放送室が開かないんだじゃん。お安らげる場所っぽい。あそれこそそれこそこれあれやん。バイオハザードのタイプライターの部屋みたいになってるやん、これ。<laughs> 他のゲーム作品の名前を出しすぎなんだ、お前は。これ他にはない感じないね。まあまあまあ、これでちょっと無茶もできるというものですよ。 ここは何だここも開かないじゃあ3年生の教室にちょっと入ってみようか運動場への入り口は開かないってことだねここが3年生の…おいるぞおーらおりゃあ、痛い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 え、ちょっと、どうだ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 おーらおーらおーら,おらどうしたえ、これゲージ減りすぎじゃねもうちょっと離れて攻撃したかったな いないかも。いないな。こうやってバリケードで塞がれてたっぽいですね。ちょっと回復しよう。でも、あれ、1ゲージしか回復しないよね。どこだったっけな。こうか。あ、違う。んこれでいいのかな。これではい。これ1ゲージ。ああ、こっちは。わ。 1ページしか回復しない。食らったらこんなに減るんだよ、そして。いや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 、ちょっとリスク、リスク。お茶はえ、お茶って何なん,なんお茶って何な,なのこれ。あ、でもおかげさまで結構回復しますね。うん。まあいいや。ここはもう用はない。となると、これどこに行くわけ他に行くとこある 3年生ダメだった。放送室開かない。まあ、もう一回上に上がるしかないよね。怖くようになってるとか。開かないよな。え、この宿直室。あ、こっちいや、違うよね。こっち行くと上がるでしょ。え、こここれだけなんてことあるなんかあんじゃないのほんとは。ないね。 戻ろうもしかしたらなんか新たな道が開かれているかもしれないの前にちょっと待って倒したから一回セーブするわこれでちょっと待って、ね、ここだちょっとセーブ変えようああこれ何個セーブするか,どうかとかしょう確認すればよかったなまあ次の時にちょっと確認しよう 上に上がりまーす。<ん>まだ行きないとこあったっけ？あ、こっちが明るい？ダメよキクちゃん。あ、キクキクちゃん。自分がやっつけるぞ。なに扉の向うから話し声が聞こえるのでし。<laughs> おい！で。<laughs> 痛い痛い痛い,い。痛いのでし。 こうやって新たな登場人物ですね。顔白いな、この子。本当に生きてるこいつめこいつめちょ、ちょっとキクちゃん。やめてあげて。どうやら化け物じゃないわ。何本当だ。でも変な格好だぞ。服はこれしかなかったのでし。あなたはどこから来たのここの学校の生徒じゃないでしょ ここから逃げてきたのかしら。学校の外はどうなってるのそれがボクちゃんにもわか、よくわからないのでし。それより二人は隠れていたのでしかそうよ、キクちゃんと一緒に。あ、私は、あ、これだ、緑。くす、え、くすヘンジ。緑、ちょ、これ、メモっていいクスヘン、すごい名前だね。くすヘンジ。 緑。え、こう、いるんすかクズヘンジさんなんか。俺、初めて聞いた名字だな。すごいな。それから、この子がキクちゃん。キクちゃんね。松本キクエ登場人物をメモってるけど、関係するかな。たまにね、人のわかんないからなくな。はい、キクちゃんね。よし。あなたは、私と同じくらいの年に見えるけど。 あ、そうなのかな。それが、ボクちゃんは名前も歳も覚えてないのでし。忘れたのかそんなことないはずよ。自分の名前忘れるなんて私聞いたことないもの。ぐうぶぶ、でも思い出せないのでし。それは困ったわ。あなたのことなんて呼べばいいかわからないんですもの。七しだ七しのゴンベイだ女の子なのに、ゴンベイは嫌なのでし。 じゃあ、七子だ。七、七でいいんじゃない七子の七。名前を思い出すまで、それでいいのでし。じゃあ、七子ちゃん。あなたが忘れてしまったのは、名前だけかしら。島はこんなことになる前に、何をしてたか覚えてないのかしら。全然なのでし、ここがどこなのかもわからないのでし。まずここは、飯島って島で、私たちがいるのは、え、いるのが、 飯島うん何症って学校よ。尋常小かな。私は、ここの最上級生だったの。6年生ってこと。自分は違うぞ。キクちゃんは来年から入学する予定だったのよねよね。5歳ぐらいってことかな、じゃみどりちゃんとキクちゃんは何が起きたか知ってるのでしね。教えてほしいのでし。ついこの間までは、特におかしいことは何もなかったのよ。 でもある日突然外にいるような化け物が現れるようになって。あなたも見たでしょボクちゃんはその化け物から逃げてここに来たのでし、ヤスローって男と一緒に。そういえば緑ちゃん、男を見なかったでしか変な髪型で <laughs>、確かに少し偉そうな男なのでし。男の人学校の先生かしらでも私たち以外の人間は見てないわ。 それにしばらくこの教室から出てないもの。自分も見てないぞ。そうでしか。最初はずっと家に隠れてたんだけど、お父さんとお母さんが島から逃げる手段を探しに行ったっきり帰ってこなくて。もう、ね。やられたね、これはね。だから私二人を探しに外に出たんだけど、すでに怪物が島中を歩き回ってるんですもの。それで島の家の菊ちゃんの家に行ったら、 キキちゃんしかいなくて、おじいちゃん、おじさんもおばさんも。それから二人でいるのよ。とにかく外は危険よ。のなしちゃんもここでじっとしていた方がいいわ。いつまででしかそれは助けが来るまでよ。助けなんか来ないぞすごい賢いわよ、ね、キキちゃん。何言ってるの、キキちゃん。そんなはずないわよ。きっと助けに来るわよ。来るならとっくに来てるんだぞ。 だから自分たちで島から出るしかないんだ。そんなこと言っても島なのよ。この島に本土まで行けるような船はないし、じっとしてた方が安全よ。でも、さっきのヤスローって男は島から脱出するって言ってたのでし、だから方法はあるのでし。だけど島を出るならまずこの学校から出なくちゃならないわ。それがまず無理な話よ。私たち外から逃げてここに来たんだもの。 それに、この学校の中にだって化け物はいるんだから。とにかくボクちゃんは脱出の手掛かりになるものを探してくるのでし難しいこと、難しいと思うけど私はここでキクちゃんといるわ。おー、なるほどね。じゃあまあ、あッ OK、回復した。ちょっとキクちゃんから話そうか。 緑は怖がりすぎなんだぞ。自分は化け物なんか平気だぞ。キクちゃんは強いのでし。で。緑ちゃん。そういえば、これを拾ったのでし。見せろって言ったからね。これは、この島の地図でし。これを見ると、この学校から相当遠くない場所に電波塔があるのでし。それを使えば助けを呼べるかもしれないのでし。でも、ここから電波塔に行くには森を抜けないといけないわよ。森なんて。 どんなに化け物がいるか。緑は臆病すぎるぞき、キクちゃん。ここにいても安全じゃないのは緑も知っているはずなんだぞ。そんなこと。そんなことあるんだぞこの学校の中には、何も化け物も、はいるじゃないか。緑が反対しても自分はここから逃げるぞここにいたらいつか化け物に見つかるんだぞ。ちょ、ちょっと。キクちゃんの言う通りなのでし。 ここでじっとしていても、いずれ化け物に襲われるのでし。う,う、わかったわよ。私もここから一緒に逃げるわよ。でもね、森へは運動場からしか行けないわ。運動場に出るには1階の、えー、廊下の端にある扉から外に出ないといけないけど、あそこには鍵がかかっていたはずよ。それはどうするのかしら。ぐぶぶ。ここを出る方法はこれから考えるのでし。 あんのかなもしかして持ってんのかどうしたのキクちゃんみみどりもうビクビクするのはやめてここ出るって決めたんだからそんなに怒らないでちょうだいどうしたしたいあおしっこうんちえトイレでしょ多分小便がしたいもうよしっちゃったわけだなえー、急にそんなこと言われても行こう <laughs> トイレないのかな困ったわね 便所に行けばいいのでし、ボクちゃんが連れて行くのでし。そうは言っても、お手洗いに繋がっている廊下には化け物がいるから。その前、この前鍵をかけて閉じ込めてしまったのよ。だから廊下でしちゃうしかないんじゃないかしら。もうこんな緊急時だからちょっと、どっかね、隅っこの方に、ゴミ箱的な、バケツ的なものにしちゃうっていう方法もありますけどね。 自分は女だぞ。そんなの絶対嫌だ。こんな緊急事態やぞ。大丈夫なのでし、僕ちゃんがキクゃんを化け物から守るのでし。しょうがないわね。気をつけていくのよ。お手洗いに行くための廊下には、えー、給食室の勝手口から出られるわ。はい、これがその鍵。とにかくこの廊下には、その廊下には化け物がいるから、えななしちゃんも十分注意してね。 化け物は目は悪いけど耳はいいからあまり音立てちゃダメよ。わかったのでし。早くしてくれないと本当に漏れちゃう、漏れそうなんだぞ。これタイムリミットみたいなのがある感じ、これ。キキちゃん、ボクちゃんの後についてくるのでし。ゆっくり行ってくれ。じゃ、じゃないと漏れそうだぞ。いいのかなここ。あ、少しここで待っててほしいのですぐに戻るのでし。う、早くしてくれ おっこ漏らされても困るけど、やっぱ、まずはセーブだよね。万が一、ゲームオーバーになる可能性も、あるわけで。ま、漏らす可能性もちろん。え、これ何個セーブできるのおーおーおーはぁまた待た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 た過去最高過去最高 !88 個もセーブができるこれは、セーブ中の俺としては、イヤオーにもテンションが上がるというもの いいね、そんなにセーブ使うかっていうぐらい一生分のセーブ箇所があった多分これはな無し早く解いったところで今回一旦終わりたいと思いますさあ菊ちゃんのおしっこが漏れるのかこのまま <laughs> もういいわはいそれではまた次回お会いしましょうではまたご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします 他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしようもっと見たいってい人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てねそれでは違う動画でお会いしましょうバイバイ